はい、今回は、メンタリスト DAIGO についてやっていきましょうか。上島竜兵さんが亡くなったことを利用して、国民批判を始めましたので紹介していきたいと思います。上島竜兵さんが亡くなったのは大衆のせいだと、お前らのせいだと、人が亡くなった時にですね、そんなことを言う著名人初めて見ましたよ。本当に本当汚いやつですね。まあ別にですね、上島竜兵さんって多くの人から批判されたりするような人じゃなかったじゃないですか。じゃあ DAIGO のこの被害者って何人いるんでしょうかね。こう数えられないぐらいいるんじゃないですか。もう最近もですね、大きな炎上してましたけども、この人はですね、何度炎上しても自分の問題点にですね気づけない人なんでしょうか。ほんと上から目線で国民に対して批判を始めて、見事に自分の弟からもですね、こう皮肉の言葉をかけられてしまっています。かっこ悪いお兄さんですね、本当に。まあ、まずはですね、この DAIGO の件について、記事が出ていましたので紹介していきたいと思います。今回の記事こちらです。上島竜兵さん急死で一番闇の闇はこの手のひら返しの大衆だ、メンタリスト DAIGO が一括っていうので、こちら J キャストニュースの記事になります。お笑いトリオダチョウクラブの上島竜兵さんの急死を受け、メンタリストの DAIGO 氏が一部の反応に不快感を示している。芸能界の闇だと陰謀論で騒ぐ。DAIGO 氏は2022年5月11日にツイッターで、上島さん、そんなに何度もご一緒させていただいたことはないけど素敵な方でしたと忍ぶと、芸能人の闇暴露するという詐欺師の言葉を、真に受けて騒いだかと思えばと切り出し、次のように続けたっていうので、まあこれはですね、今話題のガーシーさんのことでしょうかね。やけにガーシーさん嫌いみたいですからね。ガーシー暴露を逆にしてますからね、この人は。相当嫌いだと思いますよ。自殺する芸能人が出たらかわいそうだ。芸能界の闇だと陰謀論で騒ぐ。一番闇の闇はこの手のひら返しの大衆だ。タレントを追い詰めるのはいつだって大衆そのもの。上島さんの訃報が伝えられるとツイッターでは芸能界の闇がトレンド入りしている。憶測に基づいた根拠薄弱の書き込みに対し警鐘を鳴らしたとみられる。 DAIGO 氏はこうした投稿者に、友達の役割は信じること、ファンの役割は応援すること、自分で決めたのだから最後まで貫け、自分の好きなものを信じれない人間は詰まるところ自分のことを信じていないのだと訴えているっていうので、まあ、上島さんが亡くなったことを利用してですね、いろんな意味のこう発言発信をですねしたいんでしょうね。まあ考えられるに、一つはですね、まあ日頃恨みのある国民に対して批判をしたいと、このタイミングを使って批判をしたいということですよね。二つ目はですね、俺が好き勝手やっても、まあ俺っていうのは DAIGO さんのことですね、 DAIGO が好き勝手やってもお前ら批判すんじゃねえよと、俺に批判すんじゃねえよということが言いたいんじゃないですかね。まあ人の死を利用してですね発信する内容かなというふうに個人的には思いますけどね。まあ上島さんがですね真面目に生きていて、何も問題を起こしていないにもかかわらず、国民から批判をされてですね命を落としたのならですね、まだこの発言するんならは理解できるんですけども、そうじゃないじゃないですか。特に人として大きく取り上げられるような問題もなければ、国民から批判されるような人でもなかったじゃないですか。にもかかわらずですよ、そういう人なんであれば別にですね、なんか国民が批判したからどうのこうのとかっていう話今回する必要ないじゃないですか。なんでこんな話今してるんでしょうかね。まあ一番人間性に問題があるのって自分じゃないのっていうふうに思ってしまいますけどね。まあ前回の炎上からですね何も学んでないんですよね、この人。やっぱり反省したふりだったんですよね、この人。絶対演技だなというふうに個人的に思ってましたけども、案の定演技だったみたいですね。まあよく著名人に対する批判とか、話題になるケースありますけども、まあ、人の前に出てお金を稼ぐ仕事をしている以上、ある程度の批判はですね覚悟が必要ですし仕方ないと思いますけどね。まあ、批判されなければ本人も自分に問題があることに気づけないわけじゃないですか。もう芸能界ぐちゃぐちゃになりません、それ。誰も批判しなかったらぐちゃぐちゃになりません。まあ DAIGO さんもですね行き過ぎた行動をしたから批判されるわけじゃないですか。これ批判されなければ DAIGO さん気づいてないわけじゃないですか、自分が悪いことしたって。反省したんだったら、そのことについて反省してますって前回言ってましたよね。反省本当にしてるんだったら、国民にから批判されたことに対して、あ、気づかせてくれてありがとうございましたっていうのが普通じゃないですか。それをですね今批判するなとかってまた言い始めてるわけですよね。おかしいですよね、本当に。まあ、しかもですね、これ、批判されなければ、もっと調子に乗ってたわけじゃないですか、この人。
自分の行動に対してですね、反応が見られるっていうこともですね、大事なことじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ、行き過ぎた批判とか良くないと思うんですけども、まあそう、まあその、やっぱり自分が間違ったことをしてることに対しては、やっぱり周りから批判されるってことは大事だと思いますけどね。逆にですね、何やっても、何悪いこと、どんな悪いことしても、周りの人が何の反応もしてくれないって、逆にそっちの方が怖くないですか？実社会でもそんなことありえないじゃないですか。まあ、ただただ国民批判をしたかっただけだというふうに思いますけどね。このタイミングで国民批判をする。このネタを使って国民批判をする。さすがなんか大悟さんですね。やっぱ普通の人間じゃないですね。まあ、そんな大悟さんに対してですね、実の弟の、松丸亮吾さんがですね、皮肉った言葉を、ツイートしていますと。お兄さん、ちょっと恥ずかしいよと、やめてくれよというところで、実のお兄さんに対して皮肉の言葉をかけています。そのツイートがこちらです。他人を攻撃する時間があったら自分のために時間使った方がいいみたいな大学の研究結果ないかな、兄に送りたいっていうわけですね。このお兄さんはですね、いつもですね、こういう研究があるんです、だから、人の、心理というのはこういうことなんですとかっていうのでですね、いつも研究結果、大学とか研究所の研究結果を使ってですね、発表したり、動画で紹介したりするわけですけども、逆にですね、こういう他人を攻撃する時間があったら自分のために時間使った方がいいみたいな研究結果を兄にお知らせしたいというところで、普段は兄がお知らせする立場なんですけども、こういう結果をですね、兄にお伝えしたいというのでですね、弟からもこういう皮肉った言葉を言われてしまうというところでですね、まあ、明らかにですね、兄の方がですね、おかしいということがですね、やっぱわかりますよね。うん、弟もやっぱ兄おかしいよっていうことを言ってくれてるわけじゃないですか。非常に素晴らしい弟さんですね。弟はこれだけ素晴らしい人間なのに、お兄さんはちょっと残念な感じなんでしょうかね。で、さらにですね、最近ちょっと暴走気味なので僕は心配していますっていうのでですね、まあ暴走気味なのって最近だけじゃないんですけどね、随分と前から暴走してるんですけどね。まあやっぱりお金を持ってですね、まあ結構お金自慢するんですよね。俺金持ちだーっていう金持ち自慢結構されるんですけども、やっぱお金持ってですね、やっぱ気分が上がってるのか、あとは自分は偉いっていう感情になってるのか、まあやけになんかおかしな方向に向かってるんですよね、この人。で、こういう弟のコメントに対してですね、先ほどあのガーシーさん批判されてましたけども、ガーシーさんもですね、直接言うたってこうガーシーさんも批判されてたので、直接言ったってって言ってですね、こういう弟の皮肉に対して応援をするというガーシーさんですね。はい。まあ非常に残念ですね。家族からもこうやって皮肉を言われるっていうですね、ほんと残念なお兄さんですね。まあこういうお兄さんだけは絶対欲しくないですね。皆さんですね、今回この人の死を利用してですね、こうやって国民批判をする大悟さんについて皆さんどのようなご意見お持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた次の動画で。